今夜のテーマはお笑い部事情2015、はいえー、今日は東京で開催されているお笑いライブいろいろとご紹介ですここからはお笑い評論家のラリー・東田さんをお迎えしておりますラリーさん今日よろしくお願いしますよろしくお願いします,します、えー、ラリーさんについてちょっとご紹介をさせていただきます、えー、作家ライターでお笑い評論家、えー、またお笑いムック米順の編集長もご担当されていらっしゃいます まずなんですけどこのお笑い評論家ってどんなことをする方なんですか。はいえっ、ー、とまあ主にライターをやってるんですけれどもはい、はい、えー、まあ芸人さんとかのですね出ている、えー、テレビを見たりライブを見たりしてですね、はい、まあそのレビューをですねこう記事として 雑誌やウェブに書いたりですとか、るうんうん、あるいは芸人さんとかテレビの制作者ご本人にこうインタビュー取材をして、まあそれを記事にまとめたり、るあるいはまあ書籍で出したりとか、うん、まあそういう活動をしてますね。なるほど。もう本当にいろんなお笑いの方をまあ広く紹介していくそうです、ね、っていうですよね。はい、はい。ね、お笑いに特化してライターや作家をされているのは、まあ他のことよりも何よりもこのことが一番興味がある。 かからなんですかそうですす、ね、そ、はい、うね、ん、実際には他のこともやってるんですけど、はい、ライターとして、はい、こっちの割合が多くなってるっていうのはやってるうちにまあ好きだからいろいろお話をいただくようになって、はい、そっちの割合がどんどん増えてるっていうような感じですね。いくもういくつぐらいの頃からそういう意味ではお笑いお好きなんですか好きななののはもうっちちっゃいい頃からだだとと思いますね、はい、当時だとどんなの ああ物心ついた頃だと僕はやっぱりドリフとかああもう本当にそういう時代ですよね。出てた世代ですね。八時代を的なはい全員集合とか,合とか、ね、はいええもう元祖ですよ、ね、その頃からですねはいなるほどなるほど、まあ、小さい頃からまあ本当にお笑いを好きだってことですね。はいお笑いライブはご自身でも結構いくんですか今でそうですねはいあのー、最近と多い時はね数えたらこの前年百 年100回以上3日に1っぺん、はい、1> そんなにあっちこっちで普段平日とかでも普通にやってるんですかあそうですね、うん、お笑いライブって365日やってまして毎日やってる、ええ、結構東京だけでも1日、まあ、大体5件から10件とかは常に何かしらのライブはずっと行われてます、ね、あ、どでも渋谷のなんか吉本とかねああいうとこ基本毎日もうやってるんですよね,そうですねああいうところもね含めて結構あるんですね実際にはねそうですねどううでしょララリーさん注目のお笑いライブ ってあるんですか今あ今だとやっぱり、あのー、東京のお笑いライブシーンの二大勢力というのがありまして、はい、それが K−PRO とスラッシュパイルっていう二つ、はい、これがまあお笑いライブをいろいろプロデュースされてる、えーまあ、団体というかう会社のようなところですけれどもちょっとそのまあ両者についてまたこの後も詳しくじゃあじゃあ伺っていきたいと思いますよろししくお願いします、はい、さあじゃあ、はいえー お笑いライブに初めてね行くっていうまだ行ったことないっていう方も多いと思いますのでいろいろとそういう初心者の方にも含めてね、はいえー、いろいろとアドバイスをじゃあこの後いただきたいと思います。 厚切りジェイソンはいいは最近の方ですよねそうですね今結構人気の人気のこの間テレビの収録で言ったら結構滑ってましたからちょっと熱が分厚すぎたってすぎたんですね難しいですよね日本語でそれでやなんだけどカメラ回んなくなってからが面白かったです そこだーとでもまだ芸歴1年目ぐらいですからまあそうですもんね <あれ S 1> そういう意味では <laughs> それであれだけやってるのはすごいですよ <laughs> 確かに <うん S 1> ねやっぱこうそれだけ多い出演本数になるとやっぱう全部で一撃をこう出すのは難しいですよね <うん S 1> まあそうですね相当出てるんですもんね空気がありますからね,ね <ー S 2> うんうんうん なんかねさっき送ってた人なんだっけななんだっけなあ「阿佐ヶ谷の公園で芸人風の若い男の子2人が何度も同じ絡みのボケとツッコミの練習をしてました」。<あー S 1> <laughs> やっぱ公園でネタってまだやるんですかねありますねやっぱり、うんうん、でそういうライブ会場の周辺のああ近く屋とか中野とかだと特に多いと思いますやっぱ多いですよね、うん、確かに一回本番のつもりでやってみないとダメですもんね,ね合わせだけじゃん、うん、そんなやるとこないですもんねあと、うん、やっぱり部屋の中とかだと大きい声出しちゃいけないので,そで、ね、その結構声張らないといけないで,ですね ドリフはあのなんかセット転換もすごかったなと思って。あ、そうですね。回転大装置をこうあれを生放送でテレビで当時やってたっていうのが、いやいやとんでもないことです。とんでもないですよね。ねあの八だよじゃない方の大爆笑の方はね収録ものだからあれですけど、そうですね。確かに渋谷公会堂に見に行ってましたもんね。あ、行かれましたか。家が近かった。はいはいはい。 あれは地方を回ってましたからね。そうなんですよね。毎回違う会場でそれをやるれ,をれもすごいですよね。箱の事情もあるだろうから。確かに。はーい。 笑い声から曲が始まるっていうね。うん、そして、えー、笑いに笑る。Gorillas featuring Del Sol で Feel Good Inc. お届けいたしました。今夜のテーマはですね。お笑い部事情2015。ゲストはお笑い評論家のラリー・東田さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、ね、先ほどこう注目のライブはケ、えープロと、えー、スラッシュパイル、はい、というところが手がけてるとお話しされてましたけど、はい。これはなんかそういうこうお笑いの人たちの事務所とか。 関連団体ではなくて別の会社がかかこうやってるんですかそうですねはい事務所じゃないところがこう自主的にまあ個人だったり集団の方とかが、えー、プロデュースされてるというねえよく事務所主催でねそういう形でやってるライブは非常に多いですよねはい、うん、でもこういうふうに今ちょっとこう様変わりしてるということなんですよね。ということなんですよね。いう人たちがこう多いんですかこ,うこの 2つのライブに出ててる芸人さんっていうとあ、まあ、それぞれやっぱり割とこう有名な方とか、はい、テレビで見るような方もいらっしゃいますし一方でその、まあ、これから出てくるっていうような生き、えー、のいい若手芸人みたいな人たちもいらっしゃいますしどのぐらいのスパンでやってるんですかこの両者は。プロさんはですね今結構多くて、ええ、この前 あのご本人に伺ったら今月三四十本って言ってましたね。え、月三四十本 <はい S 1> ってことは一日一本以上。そうですね。もう開催してると。じゃあ場所はこういろんな場所で。いろんな場所で。はい。いろんな場所で。へえ、なるほど。でスラッシュファイルさんの方はえっと一個一個の多分ライブの規模がもう少し大きいので、はい。もうちょっと少ないと思いますけど。もう少ないかもしれない。でも月に数本かぐらいをえずっとコンスタントにやられてる感じですね。 これは何かこう見ておいた方がいいっていう東京のお笑いライブとかってある,あるんですかそうですねまあ一番こうとっつきやすいっていう意味で言うとあの昔からやってますその「ラ・ママ新人コント大会」っていうのがありまして、はい、あの渡辺正行さんが主催されていて、えー、あの結構昔からですね、えー、かつては「そのうっちゃんなんちゃん」「爆笑問題」うん「バナナマン」とか。 そう今テレビ出てるような方も出演されてらっしゃったというその渋谷の「ラママっていうライブハウスでやってまして、はいろんな事務所の、えー、今売り出し中の芸人さんが一堂に会していろいろネタをやるということで初心者の人にもとっつきやすい内容かなと、うん、ラママっていうところでやってるんですか。でやっ てるね、生まはどのぐらいでしたかね多分23ヶ月に1回とかそのぐらいだったかなと思います 1> 1なるほどなるほどねどうでしょう,こうラリーさんが今こう芸人さんが出てるからこのライブ見に行きたいとかってなんかそういう,こう注目の芸人さんっていらっしゃるんですかそうですね、まあ、2組いるんですけど1組は今若手のコンビで「巨匠」っていうの若手なのに巨匠って名乗ってるんですけどはい はい、この人たちが今結構注目されていて、うん、結構ですね本人たちのやるネタが、あのー、生々しいというかですね、あのー、この前テレビでやってたネタが、あのー、競馬新聞でパチンコ玉をくるんで「 おじさんをを作るっっててていうネタをやってて <laughs> シュールだなそうするとパチンコ屋並ぶようなダメなおじさんがどんどん量産されていくというっていうような,なうそのちょっとメルヘンとその現実の厳しさが融合されたような, <laughs> <はあ S 1> なんか独自の世界観を持ったコントをやるんですねなるほどだからちょっと目が離せないいい意味でシュールなころなわけですね。<うん S 2> なるほど ね、皆さんの好きなこう芸人さんその芸人さんが出てるからそのライブに行ってるみたいなのってございますでしょうか一つ、えー、ありましたらですね「ハッシュタグ #hw813」H w の方までどんどん送っていただきたいと思いますお願いします。 結構でも、タブレットじゅんさんみたいって人多いですね。生で。生に来てくれた。うん。うん、あ,あ、タブレットさんも今人気ありますね。そうですね。うん。 ラリーさんの記事ミクシーニュースで結構見かけますっていうあ,あそうですねはい今方がいらっしゃいますよくヤフーとかトップにてたりし、はい、ますよねたまに出る時もありますね <laughs> はい勝手に載っちゃうんですかまあそうですねあれヤフーの人が選んでるのではい いるあいたいた <laughs> ねえ巻いたら何分で入っていいうんうん間挟むいやーだったらここ2曲とかの方がいいかもしれないなもう1曲もし行くならね まままあまあまあうでもいいよもしその場合だったら何分上がりぐらいかとかって言ってくれればはーい。 うん、オッケーオッケーオッケー星野源夢の外へお届けしました 今日のテーマは東京お笑い部事情2015、ね、番組後半はこの春見ておきたい注目のお笑いライブもご紹介していきますさあ来たメッセージをご紹介しましょうねはいすね、えー、毛ブラシありがとう、えー、皆さんお笑いライブを見に行くのは好きな芸人さん限定だと思いますが寄せなんかも結構いいよと、えー、いろんな人に話いろんな人の話が聞けるし寄せだけじゃちょっとと思ったら ダブルコロンさんとかナイツさんが出てる時を狙って見に行くとお得感満載かもってそんな私は冷蔵庫マンのファンって書けた方フォ,フォンであります電話会 <laughs> フ,ォンでファンでありますということだった冷蔵庫マン冷蔵庫マン伝説のカルト芸人<笑><笑>あそうなんですか、はい、もう結構古くからやられてる昔からやられてまして、うん、ずっともう冷蔵庫の 起きて、滑ると寒いっていう、ああ、なるほど、自分で自ら、なるほど、滑る前提で、こう、ネタを作ってらっしゃるという、なるほどね、最後、冷蔵庫、ちゃんと拾ってくれるっていう、えずらちゃんとこうね、線を引いてあるっていう感じですね。そうですよね、イ地さんとか基本的に、毎日出られてる感じなんですかねもう、ほぼ毎日、どこかの寄席とかね、浅草を中心にやられてますもんね、確かね。はい 続いて、えー、ベ,ベーグルアンさん、えー、お笑いで大好きなのはルミネザー吉本など行きましたが中でも地元八王子市民会館にアンジャッシュはじめナイツサンドイッチマン伊藤麻子さんなどそうそうたるメンバーが出演した爆笑お笑いバトル楽しかったですと八王子出身のアンジャッシュさんから桜島というなじみのラーメン屋さんのエピソードが飛び出してなんだかほのぼのっていうそんなメッセージです、うん、結構こういうなんかこういわゆる公民館的な はいはい、ところろろででいいあるんですねそうですねなんか不定期でいろんな地方とかでいろんな芸人さん集まるようなイベントも多いですからね、うんえー、なるほどワンジャッシュさんとか今あんまそんなにネタいやいっぱいなんか渡部さんはいっぱい見るんですけどねそうですねいろんなところで小島さんは小島さんで <laughs> いじられる役,でいじられ役としてねいろいろ出てますけどね久々にお二人のちょっとコント見たいななんて思いますけどはい、はい、えー、赤道さん 昔から「バナナマン好きです、ね」年に一度のライブ DVD 集めてるんですが「チケットを一度も取れたことないです」「テレビでの出演が増えたらますます取れなくなってしまいました」っていうやっぱり人気のお笑いライブ特にこういう芸人さんの単独ライブっていうのは結構チケット取るの難しいんですかね、うん、そうですね、うん、特にバナナマンさんとか、うん、もう超人気芸人さんになると本当に発売日とかも発売の瞬間にも完売するような状態なので、うんうん、なかなか。 難しい日本の方が行くのは難ししいいかもしれな,いなるほど続いてキロさんという方です、えー、おすすめの芸人さんはドリーマーズという人力車所属の漫才師の方ですと、えー、漫才は展開がまさに夢みたいでとんでもない方向に膨らんでいきます、えー、ボケの戸谷さんは世界旅行のあと出家をしていてミステリアスな空気を身にまとっていますと、えー、ツッコミの坂本さんはそんな戸谷さんに怒号を浴びせるようなツッコミを入れたり トヤさんを説得しているうちに僕より圧倒的におかしなことを言い始めたり一筋縄ではいかない感じですということなんですけどご存知ですかドリーマーズうそうですねドリーマーズも今結構あのライブシーンでも人気ありますね、はい、あの漫才をやるんですけど本当に型にはまらないというか次どんな展開になるんだろうというのが予測がつかないような方向にネタがどんどん転がっていくような面白さがあるコンビですね。ななるほどなんかあの コント系の方と漫才系の方基本的にはどっちの方が多いんですか？特にまあ関東で。ああどうですかね。うん、一般に言われるのは関東ではコントが多くて、うん、あのーまあ、関西では漫才,漫才が主流っていう言われますけどね。どちらの方がお好きですか？うんどっちもいいですけど、うん、でもやっぱり漫才は好きですね。うん、はい。僕もなんかやっぱ昔からああいうこうお笑いを見てるとどうしてもね漫才を見てたのがすごいお多いので、うん、あのテンポ感と二人でやるんだったら。 漫才なんか3人以上だったらなんかコントっていう感じがなんとなく自分の中にはありますけど、ね、そうですね、えー、漫才はやっぱりその言葉の,そのリズムとか音楽的なこう楽しみもあるので,で、ね、るテンポ感的なとこはね聞いてて、うん、そういうところ良さもありますねはい気持ちいいですよね、うんはい、さあえまだまだ引き続きえお待ちしておりますまあ,あの好きな芸人さんも ですしまあこういったところのなんかこう定期的にやってるお笑いライブによく行ってますとかっていうね、えー、そういう、えー、ライブネタもありましたら是非「この後お知らせを挟んでよ別でアーティスト共通のテーマに合わせて選曲「ミュージックアンリミテッド東京バガボンド」今夜は DJ 巻大登場。